選の挙、大阪自民全滅、維新の正体は奇遇で、なのに維新だらけになってんねんけど。維新は大阪都構想で大阪市を国から独立させようとしててんけど、みんなその正体知らんねんな。もううんざり。大阪府民の皆さん、本当おバカさん。どんなに周知拡散しようと頑張っても、まあ、無理やねんなと思いつつ、大阪の自民は一度総入れ替えしてもらうチャンスかもしれんな。しかしこの間、公明のいるところから無所属で出るみたいに騒いでたやつが比例のトップにいて当選してんねんけど、大阪市長選2度出て落選してんのに。なのあれ、それはちょっとがっかりやったわ。ひとまず安心な速報、産経新聞10月31日の8時、自公過半数を確保、衆院選朗報が入ってきました。小沢一郎落選、岩手3区辻元清美も落選で、今午後23時30分なんですけど、 NHK ウェーブ、自民単独過半数にあたる233議席獲得が確実な情勢ってなりました。公明がいてやっとじゃなくてよかった。公明の母体である大ちゃんのところは共産主義者の集まりやからな。トップの教祖の方は中の国で写真家として活躍してて、個展開いたりする人で、テレビ番組で特集されているのを見たところ、中国語の放送やねんけど、インタビューが日本語で、日本で共産主義の世の中を作ろうとか言うと否定されんねんけどって抜かしてやがりまして、うわ公明あかんやんって思いつつ、選挙のたびに電話してくる。会社に勤めていた時の先輩が公明に入れてねって言ってた時は、政治のことなんて何も分かれへんっていうふりして、うん分かった入れとくわって嘘の方便その場をやり過ごしててんけど、せっかくの平和憲法守るから安心してねって言われて、はぁ、ちょっと待って、日本国憲法、平和憲法って何なの、憲法改正邪魔すんの、もうそしたら入れられへんなって表現して、憲法9条は平和憲法なわけあれ、ちょっとやから言うて、やからって関西弁やな、いちゃもんつけてめちゃくちゃ言うって感じ。縁切らせていただきました。もうちょっとすっきりしたもん。昔の知り合いで票のためにつなぎ止められてんのって結構気持ち悪いもんやで。こっちにしたら何のメリットもあれ。そしてがっかり、角丸枝野当選してしまいました。カンガンス当選、あ、カンナオトのことやねんけど、悪運強いね。で、産経新聞10月31日21時41分配信、立憲枝野代表辞任を否定、維新と連携せず、枝野人気ないから代表のままでいいよね。記事によりますと、立憲の角丸枝野代表は31日の夜、フジテレビの番組で衆院選ぶやつで目標としていた政権交代を実現できなかった結果を受けた代表辞任を否定した。できるわけないもんな。前回衆院選ぶやつの際に一人で党を立ち上げ、4年間で100議席以上増やしたと強調し、この間の党運営がうまくいった一定の成果だ、さらに伸ばしていくためこの路線で前に進んでいくと述べた。あ、そうそう、4年前って東京都知事なのになぜかしゃしゃり出て、希望がなかった希望の党を作った小池のゆりゆり。枝野や辻元らはいらない、排除しますって、排除の論理を振りかざして、希望の党に入れてあげなかった。前原に裏切られた形で慌てて立憲作ったんよね。選の挙の時期になると新しい党ができてわさわさすんのよね。小池のゆりゆりが排除しますって言ったことで、マスコミの連中排除されるのが嫌で嫌で仕方がないみたいで、ゆりゆりを攻撃していって、希望の党に希望がなくなっていってしまった。で、希望の党ではどもこもならんということで、国民民主っていう名前に変えた。でも、どうしようもないので、極左中の極左である角丸枝野率いる立憲民主に、国民の連中がドドーって入り込んだ。
旧ミンスの連中は赤い酸っぱい系でくっついたり離れたりくっついたり離れたりを繰り返すんですね。しかしエダノン落選してくれると思ってたのに残念で記事戻って、一方工事前の勢力から3倍の30議席を確実にした維新について、全く方向性が違う政党と組むことはできない、維新は国会では完全に自民の補完勢力だと批判し、連携を否定した。維新が最も立ちの悪い政党で、先ほども申しましたが、維新の正体はティグレ。聞いて、関西圏だけで頑張ったんよね。やだやだ。立憲は衆院選ぶやつで、全選の挙の区域の7割以上となる213選の挙区で、共産党などと野党候補を一本化した。で、のんきな日本国民は投票も行かず、赤い酸っぱい勢力勝たせてしまったんやな。我々日本国民にとって本来自民しか選択肢なかったのに、旧民主、今現在の野党は赤い酸っぱいやばい勢力やのにな。このままいけば本当に日本が石化していくんやろな。それをなんとか食い止めたいと思ってたけど、今後50年100年後の日本のこと考えるより、赤く染まんねやったら染まったらええわって思ってしもてんけど、めんどくさいしそんな長生きせえへんやろから、もうええかどうでもと思ってしもた。これから暴飲暴食でもして遊び倒して早死にできるように頑張ろうと思ってしもた。で、枝野は政権の選択肢を明確に示す与野党の一騎打ちの構造はかなりの選の挙の空で示せた。この行動を貫いていくことが政権交代につながると成果を強調した。あー怖。とにかく大阪の自民は低たらくで、共産と組むようなやつがいたり、だって維新やったら共産と戦ってくれるんちゃうかなっていう期待を持たせるのうまかったよね。でもね、何度も申しますように、維新の正体はティグレで、維新の中に維新ができた時旧民主の連中が入り込んでて、維新に旧社会党の谷畑隆さんっていう方がいらっしゃって、谷畑さんはティグレの顧問もなさってたんですけど、ティグレを作った上田拓海さんの秘書からスタートしてるんですね。谷畑隆さんの一番最初の政党社会党は国際組織の社会主義インターナショナルって、ちょっと恐ろしいところなんですね。社会主義インターナショナルの副議長を務めているのが社民の福島みずほやねんけど、とにかく大阪の自民は低たらくで、共産と組むようなやつがいたり、大阪の自民の候補に入れたくないっていう気持ちはよくわかる。でもこれは首を絞めることやってん。谷畑さんが秘書をやってた上田拓海さんっていうのが一番最初の所属政党日本共産党なんですね。その後共産党系の日本の声っていうのに行ったんですね。共産党系の日本の声っていうのはソ連大好き中国嫌いやでの政党だったんですよ。で、ソ連亡くなって日本社会党に行ったんですね。社会党、日本共産党は中国共産党と同じ組織で、コミンテルンと言われている国際共産党の一支部同士で、世界各国の共産党は同じ組織なんですね。で、社会党が加盟している社会主義インターナショナルとコミンテルンはもともと同じ組織で、コミンテルンは第三インターナショナルって言うんですけど、第二インターナショナル時代は同じ組織やったんですね。で、上田拓海さんっていうのは元部落解放同盟委員長をなさってたんですよ。人権中小企業国際交流の上田拓海を売りにしていた。特に被差別部落における中小企業振興で力を振るった。キャベツがなくなったら飯の食い上げだと発言していたこともある。まあそういう人たちの集まりなんちゃうのってことなんですよ。で、先ほども申しましたように、維新は大阪都構想で大阪市を国から独立させようとしていたんですよ。これは大阪維新の会の公式ホームページに書かれてありました。これまで何度もご紹介しております。大阪市、大阪府民、みんな知る時来るんかな。周知拡散力が全くないねんけど、今まだ何も知らない大阪府民、みんな愕然となったらええなって私は思っております。みんなこの事実に気づいて正していければいいんですけどね。
まあ、無理やったら赤く染まるだけです。いいお知らせと悪いお知らせ。いいお知らせの方から、辻元清美比例復活なし、小沢一郎比例で復活してしまいました。メロリンも議員になりました。